地球の皆さん初めまして古原靖久ですえー、今ですねヒューマンワールドとは別の次元からお送りしておりますえー、この度はありがとうございます見ていただきえー、なんとですねえー、この度古原靖久は youtube を始めることになりましたよーはい、この youtube では一体何をしていくかと言いますとですねえー、もちろんえー、ヒーローをやっていたのでえー、ヒーローをやっていた時の裏話 それこそ僕、ゴーンジャー以外にも、他にもいろいろ特撮出させていただいているので、デンジンザボーガだったりだとか、ウルトラマンオーブだったりだとかね、いろいろ出させていただいているので、そういった時のね、裏話、そしてその時のね、キャストさんたちを呼んで、ちょっとプレミアムなお話をしていったりだとか、それこそ僕は NHK でいろんな世界を回らせていただきました、秘境鉄道。その,時のですの映像、たくさん残っておりますので、そういった映像を交えて、 また裏話そしてその国の魅力だったりをお伝えしていけたらなと思います例えばこちらの国はいこちらアフリカでございますアフリカなんですけれどもねちょっと俺の顔これ切れちゃってるじゃないかでこれなんですけれども見てこここれねすごいでしょスポンジがもうねもう本当にもうむき出しなんですよ でもねやっぱ雰囲気のあるね列車だしもう本当にね卑怯鉄道らしいなーってもうな今までで一番多分ねこれ雰囲気のある列車だったんじゃないかなそしてねここにあるこのコーンがこれね一から作ったんだけれどもねなんと列車の中で盗まれてしまいますおいおいなんでだよって思いますよね詳しくは後ほどの YouTube で見てくださいいつか出ます他にもこちらはいえー、そしてですね えまあ僕はえこのようにですね、あのー、2021、あのー、まあ東京2020のです、ねえー、オリンピックの時のまあ聖火ランナー,えーやらせていただいたんですけれども、まあ、自分自身がもともとその養護施設でまあ育ったということもありまして、まあ、え僕がヒーローになった経験だったりだとか まあこうやって、えー、僕が聖火ランナーやったりしたことが、なんかまあそうやって子どもたちのな希望の光じゃないですけれども、まあ、そういうふうになったらいいなって思いながら、まあえー、応募したりだとかですね、まあ、そうやって芸能活動をしてきたという経緯があったりとかもするので、まあ、そういったね、えー、養護施設の子どもたちに向けたりだとかですね、えー、する、まあえー、発信とかもしていけたらなっていうふうに今思っております、えー。そして、そして、他の YouTuber の方々もですね、 僕、できるのがですね特撮関係のお話もできますし、食レポできます、あとは旅についてお話しすることなんかもできたりとかします。他にも楽しいことはですねぜひ何でもしたいと思いますので、お気軽にですねコラボしていきたいと思いますので、どうかお声がけよろしくお願いいたします。はいということで、長くはなりましたけれども、ねこうやっていろんなことをね楽しみ配信。 をしていけたらなというふうにも思っておりますということで、えー、楽しい YouTube を、えー、作っていきたいと思います目指せチャンネル登録100万人 <laughs> ちょっと多いかなレッツゴーまたなバイバイ